南八条。タイルで東東殿ンンと書かれている東殿ンン通りは、北海道札幌市中央区南六条西九丁目から南二十三条西九丁目にかけて、主に山花地区を南北に走る市道である。1876年5月、当時札幌近郊の壁地であった山花地区に殿原ンン兵が入植し、山花兵村が開かれた。 背中合わせとなった各平野の裏口には四軒共同の井戸が設置されていたが、使用に際して互いの家の中が丸見えになるため何かと不都合があった。そこで各平野の裏口を表口に切り替え、井戸を埋めてその周囲の空間を幅5軒の道路へと作り替えた。これが東東東電通りと西東電通りの起源である。東東東通りで当初開かれたのは、 札幌市街地に接続する南6から8条にかけての道路だった。この場所は豊平川が形成した札幌線上地の末端であり、緩やかな斜面になっているため、そこに作られた商店街は東トンでン坂商店街と名付けられた。映画館の水戸機関や各種金融機関が立ち並ぶその賑わいは第二のたぬき工事と呼ばれた。その後は、 東本願寺札幌別院裏から、行基通にかけての商店街も繁盛した。片岡2012、ピアニッシモ、112、113、ABC 片岡2012、P113、前田2007、P38、君ん2005、P118。ありがとうございます。